んにちは、ゴーグル1号です。今回の土曜日食堂はケチャップが美味しいチキンライスを作ります。オムライスにもなるよ。玉ねぎ半分切ります。ゴーグル1号、そのゴーグルいる？いるいる。好きだってさ、試しに切ったけどさ、スタッフもめっちゃ染みとったやん。イエーって言ったやん。まあいいや、そんなのは関係なく。今日は切り方が荒いですね、ゴーグル先生。いじんないの、人それぞれ。まあ動画でもこんぐらいの大きさだったし。こんぐらいでいいやろ。玉ねぎ切るの慣れた？うん。得意？得意ではない。切り目切り目。ここなんだったっけ。まあいいや、ここ切るんだったよね。切っておこう。なんでさっきのところは食べんと。美味しくないんじゃない。食べてみないとわからないじゃん。食べてみる。いや、ニンニクの中身ってどうなんだ。うわー、なんだこれ。こっちから切った。うわー、これはこうして。痛いから気をつけてね。そんなに硬くなかった。みんな嗅いでみる。ニンニクの匂いは知ってる。うわ、これ気持ちいい。これ塩を入れて混ぜます。全体に塩味もつけてくださいね。塩コショウは美味しい。コショウは入ってない。さあ、グツグツなってきてる。焦げちゃう。独特な匂いがする。もうチェリー乗ってきた。そうだね。入れる？ゴーグルはどう思う？もう入れてよ。もういらない。じゃ。前に美味しかったバター、さあ 25g。 はい、バターは一番の調味料。玉ねぎがバターでしんなりしてきたら、お湯よしを入れます。さっきの分全部入れます。すごくいい匂い。普通の匂いだ。やっぱバターは一番の調味料ですな。バターで玉ねぎがしんなりしてきたら、マッシュルームを入れます。ここまでは順調だよ。ここまで順調。本当かな。何の歌？知らん。適当に作ったと。玉ねぎが勝手に移動している。火の力だね。じゃあご飯を入れます。
パキッて開けたくなる。よく混ぜて、真ん中に、真ん中を開け、ケチャップを、ケチャップを34入れます。塩コショウを入れます。ちょっと味見をします。熱いから気をつけてね。うん、おいしい。何味？ケチャップやけどバターの味もする。うまそう。完成です。うまいこと思ってない？ここはゴーグルとスタッフの共同作業ということで。あなた天才じゃない、ゴーグル。完成です。ゴーグル、料理より字が上手。いいよ、見て。ママ、いつもありがとう。オムライスになってる。え、ゴーグルが書いたの？うん。ゴーグル、料理よりも字が上手。字めっちゃ上手じゃない？ゴーグル。親バカ。いいね、食べて。いいよ。いただきます。大好き。いつもありがとう。こちらこそ。いや、こちらこそですよ。いただきます。どっから行こうかな。なんかゴロゴロしてる気がする。チキンがゴロゴロですか？お肉を少し大きめに作った。なんじゃこりゃ。うん、めっちゃ美味しい。チキンや。うん、チキンだよ。チキンがめっちゃほらゴロゴロ。あら、美味しい。なんかチキンのエキスが出てる気がする。卵もさ、うん、甘くて美味しいね。うん、評価お願いします。はい。
ナポリタンと同じ先生だ。ナポリタンとの共通点は？バターです。ああ。うまし。にーちゃんと前と同じ最高記録120点になりました。じゃあいただきます。いただきます。あーうん、どうぞ。お肉ゴロゴロ、マッシュルームコリコリ、うん、バターじゃこれ。バターが効くね。ちょっとおかわりしたい。ま、ありません。おかわりしたい。腕上げたね。腕上げたよ。つまらないことを言うゴーグル親子。最高。スタッフもお肉も一つぐらい食べたい。今回スタッフから皮は外そうかって言われて残して正解だったね。うん、残して正解だね。やっぱ皮うまい。やっぱりスタッフが言ったことは毎日の話で。愉快ね、愉快だわ。